止まれば減点ゼロなんですね、はい、ところが3秒止まれば観衆から拍手が出るんですよ、はい、でその出た時に次の演技入ってしまうとこれまたもらえなくなりますんでね、うん、4秒5秒と、まあ、止まりすぎると減点になるんですけどもそこまで我慢すると頑張ると、ね、さあ、今度は画面女子に代わって三浦花子です。3種目目の平均台です。この人現在第5位です。中学3年生で年齢制限世界選手権には出ることはできませんでした。5位ですか。手を使わない難しい上がり技転倒してますね。135cm の28kg という三浦花子。おお、後方伸身宙返りの連続でした。 10cm の幅とは思えないですね、高さが 120cm あるんですけども彼女の頭ぐらいの高さですよ ね、 本当ですね。今年の全日本ジュニアのチャンピオン9月横浜で行われた国際ジュニア大活躍をしました。私もあそこでこう倒立とかですね歩いてみたんですけどもやはり10センチ120センチのこう 高い台の上で、はい、こう逆立ち倒立するというのもなんか嫌な感じですね。それがもう見てくださいこう床運動みたいですよこれ。あっとずれた落下。褒めるとこういう現象っていうのが出てきますね。落下をしますと 0.5 の減点しかも流れが止まりますからそれ以上の減点引かれます。現在5位ですが今の落下でちょっと落ちてくることが予想されます。小菅麻里と並んで3年後バルセロナオリンピックの、まあ、星と言われている三浦花子。最後は後方抱え込みの2回宙返りでしたですね、はい、あの膝と膝とが回転している時についてましたし非常に綺麗な回転の美しい姿勢だったと思います。あれ落下をしたところここの部分でしたね。後転跳びですね、はい、後転跳びから後方伸身宙返りですね、はい、ちょっと軸がぶれたですね。左足が台の上に乗りませんでした。痛い減点ですね。藤村女子中学の3年生14歳三浦花子。さて女子の方は2種目終わったところでトップが小菅麻里そして2位に瀬尾が上がってきました。篠田落ちました。篠田は2種目目段違い平行棒で 9.00 で、失敗がありまして第3位に落ちました。4位が真田5位が三浦です。小菅と世界選手権15位と大活躍の篠田の差は 0.875 ちょっと大差になりますね。そうですね個人総合で 0.875 というのはちょっと大きいですね、はい、しかもあと残り2種目ですからね。そうなんです。残るのはこの平均台とそしてゆかです、はい、得点を待っているのは三浦花子。平均台は瀬尾が 9.50 それから森村は